お疲れ様スラットです。今日はですねこちらのジャイスパーやっていきます。というわけで久々のスパーキーをねやっていくんですけども、ちょっとね今やばすぎてこのスパーキーがね、まさかのよスパーキーがよ世界のこのねトップ上位に溢れてます。はい、この現在1位のアゴニーキングもだし、アゴニーでしょ、あと4位のこの人もだし、7位の方、あと8位もかな、なんかもうね、で、なんか他にもいてみたいな、さっきね、ほんとちょっと前に見たときは世界トップ10にね、6人スパーキーがいたんですよ。やばくねそんなことあるんかっていう、なんかホグとか、まあなんかコカツとか、だからまあそういったデッキがね、上に溢れるみたいなのはまあ、稀にあるんですけど、たまに、うん、ちょくちょくあるかな。でもスパーキーが上にこんな溢れることねえよなと思って、多分今までで一番なんじゃないかなっていうね、そう今ちょっといるんでやっていこうかなと思います。さあというわけでやっていくんですけど、今日はねこのヤナーメレイジのジャイスパやっていきます。なんかまあゴブジャイスパもあればまあいろいろあると思うんですけど、まあ、ゴブジェはね、ちょっと前に強化されたんで使われるのはわかるんですけど、マジでね、ジャイスパ系は別に強化されてないんですよ、何も。そう、中身も何一つ強化されてないんですけど、まあ、やっぱ環境ですかね、周りのカードの変化によって、ちょっと、来てんのかな知らないけど。はい。ってことで、もうこうやってね、これで、うっ、いやー、うますぎ、その防衛はダメ。一発。あーマジで良くないそれ良くないっすよね、本当に。 2.6 億ですね今回は。まあミニペでね一応完封できるんで頑張っていこうかな。ちょまあ今みたいな感じで、まあトリマジャイスパのガゴ追加してみたいな、スケに霊視でもいいのか、最悪ね。はい、一旦落ち着くか。まあケツスパーキーから形組めばなんとか、なんとかなりそうっすけどね。防衛5が意外とも厄介だな。さあ、出しちゃう。いや、ザッピーから行くか。なんか。なんとなく。特に理由はない。ね、5使ってくれる。いや、これ結構、ありがたいけどな。ガゴを防衛で使うのかどうかですけど、まあ、使わなきゃ守れないんで、使ってあげて、これジャイからのスパーキーにスケルトンがやっぱ来ると思うんで、それレイジで仕留めるプランちょっとありだな。サスケ、うーん、まあタイミングね綺麗に当てれたら幸せでしたけど、いやー鉄壁か26、おいちょっと待ってくれや、アイゴレホグ的な。あぶねー、でかすぎる。さあちょっと落ち着いていくか。スパーキーからの、まあ、逆サイまた来んのかこれ。はい、これ5までちょっと来そうなんで、これそうっす。ザッピーで耐えて、よし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 、こっからっすよ。てかワンパンで決めれそうだけどな、なんかうまいこといけばで、レイジまで落としちゃってガゴまで行ってあげたい。お、ミニペガ、これが気持ちいいよね、スパーキーで。さあ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 、でなんかまあ暇なんでヤナム打ってね、おい狙ってましたよ実は。はいはいはい、ワンパンでこっからマイティ出して逆サイのタワーに飛んでみたいなね、ところまでがこのデッキの強みかなワンパンです。あ、スパーキーでこういうデッキなんでね、はい、ワンパンしていくだけ。さあ守ってしまえば最後は一発で仕留めるだけなので、まあザッピーセッパマイティとか、なんか結構防衛目のカードもねこのデッキには入ってるんで、無理に攻めなくても良さそうだな。なんなら最後の方はジャイミニペで攻めつつ逆サイマイティプラスガゴみたいな、なんか結構オシャンティーな両サイ攻めもできそうな気はしてるが、さあ相手何も出してこない。スパーキー欲しいな手札に。おお、いや、ヤナム使うか悩んだけどね、こういうデッキジャイスケラーとかの可能性もあって、
はしまいじゃいすけらされるとすごいだるかったんですけど、マザネク、これジャイからっすね。ユニットから出すと全部持ってかれちゃうっす。お、これあれだ、流行りの、まあ、ちょい流行り、ちょすけろいフグだ。これ柳っすね。あ、てかこれザッピーってヤナーメレイジで仕留めれたんですよ、そういえば。いや、ちょっといいなこれ、ヤレイジ。マザネくんもヤレイジで飛びますね。おや、しかもスケブをさ、レイジで処理しつつの、そのレイジに乗ってなんとかなりそう的な感じで。レイジサットはいいな。おい、これもうマイティで飛んで、なんか一石二鳥マイティにしようかな。まあ、ザッピー来んのかな、回ってないか。いやー、回ってはいるけど、だいぶお得マイティになる。さあ、来たらスパーキー出すかな、ロイホグ。これ、ん？いや、ロイホグだと思うんですけど。頑張れ頑張れ。いや、これ気をつけるバカ入ってないやな。いや、入ってそう。え、ちょっと待って、事故ってる。あ、入ってないんかい。あ、事故ってる。待って、事故すぎ。さっき強すぎ。よし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 。さあ、これも美味しい。相手山部だけなんで、私これ組毒じゃない。で、真ん中トリトン警戒にザッピー出してあげて、あのマザネキ嫌だな。やべ、遅かった。何を飛ばすかだよね、問題は。マザネク一発、二発。いや、レイジ状態のジェイが強い。これロイホ君セパーとかしてくんのかな、どうなんだろう。え、やばい、待って、まさかの、これの想定と違ったけど、想定と違ったけど、それはそれでいいみたいのがある。ジャイが一発入った。やめろ。うわー、でかい。これ守ればさ、あえてこれ無理じゃね。あー、マジで強すぎ。これやばいやな。だってザッピーもあるやん。あ、これ神相性だ。多分キョスキロイフとかも最近ちょっといたけど、その辺にも強いっすね。これ最強じゃない、もう止まらんくね、止まんのか。あー、なんかもったいなかったかな、レイジ。いや、ミニペガー殴る。これスパーギー出しときゃいいもんな。ヤナメレイジのちょっと呪文どこに使うかがね、むずい。ちょ、これなんか危なめ。なんか嫌だな、そんな感じ。やばい、天才的な攻めが来てる。でもここで焦れない男、落ち着いてスパーキー。なぜならタイブレイクで勝てる。よし。よし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 。いや、ちょっと形の組み方がね、なんかね、どうしようどうしようってなっちゃってるんですけど。いや、でもスパーキーの力でゴリ押したな。勝手にエリアドが湧いてくる、来るね、ね、うんうんうんね。さあ、まあスパーキーもね、一発かますだけでかませば気持ちいいかな。まあ、バルーンみたいなね、バルーンと一緒にするのはまたちょっと違う気もするんですけど、まあ気持ちとしては似てるよね。一発通るっていう、あのね、うわ、この一発っていう、この一発に気持ちを込めるあたりは同じ。あー。
かな、スタンフってレジャーよりもそっちなイメージがあるけど分かんないですね全然。うん、これさめっちゃいいスパーキーじゃない。ザッピーも飛ばんかな。いや飛ばんのかい。いやーなんで残るんやっていう話よね。ちょマジ暇すぎてレイジした。いやこの一発やばい。なんか来たら終わる。コストがね、矢なめでしのげるから、しのいでほしい。やばい、ザッピーの竹が変わる。これうわ無限竹変野郎になる。危ねえ。いや抑えてほすね。いや結構減ってんな間なんだスパーキーの一発って。ああ1760か。じゃあ次もこれスパーキー一発入ったら勝ちっすね。で自分からスパーキー展開しちゃうと親衛隊で受けられちゃうんでよくないですねっていうのを頭に入れて戦わないといけないね。まあ親衛隊は嫌だね。ゴルネイも嫌だねぶっちゃけ。まあ、そんな超相性良さそうな相手かって言われるとそうじゃない。結構高めで組んだね。連盟本気。延命してほしい。やばいそれなんか来そうですよね。うん、いやでもちょっといい防衛。あーマジで嫌がらせのプロだな。2000円。これホバーもちょっと嫌なんですよね今の感じね。まあでもザッピー裂いてくれたこのターンでちょっとゴリ押しちゃいたいみたいなとこもある。ゴルナイで綺麗にね守られちゃうかな。やたるね。親衛隊か。お、親衛隊じゃない。あーオリホバーそれだけで止まっちゃうのやばいっすよ。ホバー入ってんな。いやでもここはちょっといい流れになってほしい。てかもうここで俺は決めなきゃいけないんで。いやもう一回いけるか。ちょっとアドがあるよ。たまたまゴルネイもあるもん。マジなんとかならんかな。いやなんとかジャイが届け一発。お、やばいこれコストね。あやばい KO。ミニペたまたま入れ。いやこれ美味しい。マジワンチャンにそう。走れ本気でもう走るしかない。お前らは走るしか道がない。走れ。じゃあ一発入りそう。え、お入るんだそれ。危ねえ。いや相手死んで1個まださいん。危なかったっすね。いやこれ勝てんのでかいっすよね。さあ行くよ。マジスパーキー入ればね幸せすぎるかなあれ。よしよし、さあ一旦守るか。アーチャーはクロスかな。まあクロス、ホグ、ウォールブレイカー、
クロス、クロスっぽいね、非常に。まあ、一旦ね。おー、ってなんだこれ。マジでやばい、なんだこれ。アウトロ。アウトロ？枯渇？いや待てよ、なんだこれ。なんか昔だとスケラがありそうですけど、昔すぎるなぁ。いや、アウトロアチャ、いやマジ昔すぎるけど、ワンチャンスケラっすね。いやスケラか、雪玉っすよね。あー、もうスケラっすね、ぽい雪だったら。まあ、陸が多いね。やだね。ダックプリとかやだかんな、ほんまに。スケラメタやん。うん？スパーキーメタやん。マジで。許せん、強すぎ。いや、でも、なんか、はみ出る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 。いやー、ヤナメ打つか悩んで、今打つ。いや、これ、スケラの受けがね、意外と渋いことに気づいた。マイティってスケラ、受けれんのか？体で？体で頑張るタイプ？端前ナイトスケラ来そうっすね。やっぱり、待ってよかった。来そうな顔してたもん。よし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 。よしよし。で、安心安全のケツスパ。いやー、ちょっとありそうだな。ポイズンか。棒ポイ強いっすね、正直。けどよ。そんなん知らんよな。レイジで。そんなんレイジでご了承すればいい。おっ、いやー惜しいなー。おっ、雪玉寝てる。おはよう、ルビーか。よし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 。あ、また棒ポイでしょ、こんなで。アーチャーでかすめたいんでしょ、スパーキーをさせない。ジャイで、これマイティなんか逆サイとかにさ投げても良さそうな気がするんだけど、どうせなのかわからん。あ、見て、やめろ。で、ギリギリレイジね。マジでレイジ微妙か。いや、このマイティさ、お引越しマイティどう。いや、しかも全部竹取ってるからちょっと早い。ちょこっとポッといや、引っ越しやろう。狙ってできると強いかもね、ジャイ竹取ってる間ね。うわー、なんかよくわからんけどデッキパワーを感じる。またなんかヤナメレイジなのもね、ちょっといいんだよな。小物系に対応できるからね。スパーキーってさ、やっぱあの複数のさ、何、まあ、縦の戦士とか、まあ、スケブはさ基本ザップとかがあるからあんま怖くないけど、縦戦とかなんかああいうの嫌だからさ、そこにこのヤレイジが突き刺さるね。さあ、ペッカ工場か。あ、ペッカもマジで。テラボ、これミニペの受けも入ってくるし、これジャイ行くか悩むね。行かずにガゴぐらいがいい気もする。あー、ザップあるんかい。なんで、え、なんであんたは撃ったんそれで。ちょっと待って、いや、レイジを撃ったからか、もう分からんけど、ラッキーっすね。で、今回、いや、ラムだから雪玉だと思ったけど、ザップなんすね。ペッカ工場をそのままラムにしたみたいな可能性もありそう、ぽいザップで。ライザップの可能性もある。一応、ライトニング。まあ、ライトの可能性もあるけど、早めに出しちゃおう。これ潜ってよかったな。これでラム止められんの、なんか。いや、すね。ああ、いや、でもメガナイ
トラムなのか。いや、ザップの理由があんま分かんないんですけど、まあ耐えるか一旦ね、しのぐ方優先でいこう。まあ低めマイティかな。おお、ザップがやばい。ザップ使ったな。右手やめろ。あー、それ強い。そのエレキ美味しいっすね。先行しちゃうよ。よしよしよし、これは多分ね、俺逆も攻めないといけないんだね。いや頑張りすぎ、そんな頑張ると思ってなかった。さあちょっと一旦耐えてます、苦しんで。でも普通にジャイパンチが入って勝ってるわただのジャイパンチで勝ってる。あれレイジ打っても良さそうだったな。ミニペ8枚目がヤンキーすぎるか。あー冷静ね。やべ、このザッピーしくったな。それ許してくれんのか。さあ鉄壁のジャイ、最強のザッピ。よしよし、いや落ち着いてね、こう守ることが大事よ。あなたの寿命はあと30秒だよ。30秒もありませんつって呪文回して蓋して、よいしょ。はい、やなめけんないです。よし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 、最後の削りもちょっと優秀ねこれヤナアメレージね。ザップだけだとね300遠いけどね。オッケー、さあよろしく。マジアチャね、マジアチャとかもヤレージで処せるんで怖くないっすよね。マジアチャと、うん、なんでもヤレージでなんとかなりそうだな。さあ、まあ、削りながらのカード回し、マジアチャオールブレイカーっぽい。本当にバナー通りだ。さあってことは意外とスパーキーの受けが苦しいな。ミニペの受けも苦しい。だから序盤でミニペッカとかをねトレネでキング起動されると良くないよね。いやマジアチャオールブレイカーでこれ待ってくんのか、動いちゃうか。リガーだったら無視ってもいいかな。さあマジアチャに嫌な目かましたい。いやでもこれ金激動されんの嫌だな。スパーキー出しよう。綺麗な角度で射抜いてくるかい。これが強いんだよな。でもでレイジであの子を仕留めるってなるとガゴがやりこぶがあります。でもやりこぶしかないです。この後のスパーキーはやりこぶで囲めると、うわですがジャイパンが入ってる。よしよしよし、いやこのダメージでかいよな。スパーキー絶対こう綺麗に対処しないとさいけないけど、そんなことしてたらしてたでね、ジャイパンが次入ってるみたいなね。オールブレイカーミニペでなんか
なんとかならんかな。いや、マジアチャヤレイジで仕留められるのがね、強すぎる。綺麗にボムトルネされそうっすね、また。そこだけ気をつけていこう。まあ、そこだけ、え？ドリルなんだ。まさかのドリル出てきたんだけど。まさかの。いや、マジまさかのすぎてやばい。おい、射抜かれるか。あ、マイティ潜ってもよかったっすね。まあ、金ギターされてないんでいいや。いや、まさかのドリルなんだな。なぜだか。テンプレのマジアチャオールブレイカーのディガーの枠がドリルになってる。いや、やだな。ちょっと防衛勝てえや。こう巻き込みたい。これきついぞ相手。普通なら、まあ、暇なんで。うわー、うまい。それ何それ、うますぎ。いやー、ドリルが強え。ドリル厄介ですね。まあでも守れば勝てそうなんで、俺これ無理に攻めなくてもいいですね。一生これ繰り返して、気づいたらタイブレイクで俺の勝ち。それでいいやん、平和に行こうや。この矢なめも削りに入ってます、さっきから。ジャイガ、まだジャイガなんか入りそうだね。スパキ最後打ってけ。いやー、でもザッピーが削ってる。よし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 、もうバレでいいんですよ。え、それはさ、いや、なんで入るの。嘘やろ。嘘って言ってくれ。やれいじ構えて。はい、なんでそれ止まる。止まりそう。なんで止まんない。なんで止まるん。もうこれレイジでいいや。はい、お、たまたまマイキにかすめてる。やばい、これ取り抜きます。マジアチャもきます。こんにちは。もう相手の精一杯のね。いや、最後までこれ諦めない、素敵です。オッケー。いや、ドリルだとねちょっと防衛硬くなるっすね、マジアチャオールブレーカー。まあけどね、けど結局の何、一生スパギ出していけば相手の攻めはね通りませんよと。グッデー。さあ、というわけでこちらジャイスパー。いや、スパキーですけど結構ねタイブレイクが多かったですね。まあ負けないっていうのが大事なんでね、ぜひスパキーたくさん後ろから出すのを意識してやってみてください。でこういった他のスパキーもあるので、まあ、こっちもぜひお試しください。ではお疲れさんです。またね。